今年が3度目の全日本です。昨シーズンの世界ジュニア代表三宅星南、思うような結果を残すことができなかったあの舞台に再び立つため、この全日本は重要な舞台です。観客の姿も見受けられます。ますけれども、そうですね、実際にサーキットに行った時に感じるその疾走感だったりとか、あと迫力だったりとか、そういったところを表現してくれたなというふうに感じます。はい、